こちら可愛いモンドです。リアル武道をぶちかます。はい、ということですね。今日もですね、武道講座の時間がやってまいりました。皆様よろしくお願いいたします。私、全推進流空手道健正会館館長可愛いモンドです。そして、SSR セルフディフェンス代表でもあります。そして元 BG ことでございます。お願いします。はい、そしてですね、今、総合護身インストラクター講座オンラインやっております。ぜひともこちら、入会をお願いいたします。そして、護身術のダウンロード商品もストアーズさんの方から出しております。その他商品もございます。詳細は概要欄でございます。ぜひともチェックしていただきたいと思います。お願いします。はい、ということですね。今日はですね、私、武術家、河合モンドがですね、テコンドーとムエタイの試合、ね、こちらの方を見てですね、そして分析をしたいと思います。はい。まあ、冒頭あったと思うんですが、まあ、ちょっと見ていただきました。ね。そしてですね、まあ、こちらの方を見ていただいたらわかると思うんですが、テコンドー、ね、あと、ムエタイですね。まあ、大体皆さんが想像してた通りになったかもしれないですね。うん、まあ、最終的には、ムエタイが勝ったっていうことですね。はい。でですね、まあ、これも以前にライブ配信でしたかね、来られて、ムエタイはいいですねってお話も聞いたし、テコンドーってどうですかって強いですかみたいなお話も聞いたことあるんですね。
で、私が答えたのは、まあ、それって人によりますよねって。結局、その、学んできた人っていうのかな。その人によるじゃないですか。例えば、その方が師範レベルやったら、まあ、当然強いかもしれないし、そうでなかったら、まあ、当然弱いかもしれないですよね。例えば、テコンドーの師範と、ムエタイの初心者の方が戦ったら、それはテコンドーの師範の方が、まあ、大体強いんじゃないかなってなりますよね。それってじゃあどういうことかなってなった時に、なんかのこの武道これ強いんですよって、例えばジークンド強いんですよとか、空手最強ですよとか、ね、テコンドって強いんですよとか、まあ、それを言う方って結構見えるじゃないですか。この武道はこれは強いよね、みたいな。だけど実際はあんまり関係なかったりしますよね。ただ、前も私これ話したんですけど、基本的に、スパーリングがやっぱりあるものが私はいいと思いますね。じゃないと、こう来たらこう来る、ああ来たらああ来るっていう訓練だけだと、やっぱりもちろん感覚ってつかめないじゃないですか。ね。間合いとかもつかめないし、それから相手のからこう叩かれたり蹴られたりした時の打たれ強さとかも違ってきますよね。ね。もちろん裁きとか、いろんなのがかかってくるじゃないですか。防御とかもね。そうするとやっぱりスパーリングのあるものが、私は、まあ強いって言い方あれだけど、いいと思いますね。はい。はい。ということですね。まあ、なので、まあ、どの武術がとか、どの武道かっていうのは非常に言い難いですよね。だって、ものによっては、だって、例えば、これは、ああ来たらああする、こう来たらこうするって訓練をやってても、スパーリングもやってるとこもあるし、ですよね。なので、そこのとこがやっぱり違うかなっていうこともありますよね。まあ、あとは、どれぐらい経験があるかっていうことも関係ありますよね。その方が、例えば、ジークンドーに、例えば入りましたと。まあ、ジークンドー、例えば、スパーがないとしましょう。そこはね。で、そのジークンドーに入りましたって言っても、その方が過去に空手とか、例えばキックボクシングやってますとかね、何か他にやってますって言ったら、やっぱりそういった意味でその人は強いですよね。うん、だから、この武術が強いとか武道が強いっていうのは私は違うと思う。護身術に関しては私は関係あると思う。それは、強いとかっていうか、効果的なのかどうかなのかっていうのは、やっぱり違うと思う。私は SSR はやっぱり効果的だと思うから、そこは違うと思う。うん、だけど、武術武道に関しては、そこはやっぱり、そこまで差別っていうか、ここは、これは弱いけど、これは強いみたいなことは言わなくていいかなと思いますね。で、まあ、そういったことを念頭に置いていただいて、まあ、見たら、まあ、どんな感じかってわかりますかね。で、ちょっと分析させていただくと、初めの方かな。テコンドーは結構なかなかいいですよね。やっぱりね、足技が強いので、まあ、中距離とかからの攻撃ってむちゃくちゃ強いですよね。一発当たったら倒れるレベル。まあまあ多分見たらわかると思うんですけど、あれハイキックとかでも当たってたら多分倒れてるし、下手したらね、前蹴りとかも顔面とか顎とかにスコンって入れれるぐらいのレベルでしょ。もしくは後ろ回し蹴りとかでかかとでこめかみ蹴られるとか、あばら折られるとかもあり得るし、そうなるとやっぱりテコンドーってじゃあ弱いんですかって言うと、まあそうでもないんですよね。うん、まあこれ今試合の話なんで、護身術の話はまた違いますからね。うん、っていうことじゃないですか。だから中距離とかの戦いはやっぱり強いと思うんですよ。ある程度パパッと動ける。うん。だけど、やっぱり最終的に、やはりムエタイってどちらかというと近接格闘的なのが強いじゃないですか。例えば、首相撲とか、ね、それから肘打ちとか、膝蹴りとか、もちろんパンチも強いし、近接的なのって強いじゃないですか。もちろんローキックとかもそうだけど、どちらかというと近距離でのローキックとかも全然いけるし、内股狙ったりとかもできるし、ね、近距離のものも使えるじゃないですか。ローキックってそうでしょ。ね、正面から入れることもできるし、角度変えたら、ですよね。で、考えると、やっぱムエタイって近距離強いから、まあ、今回これは勝ってますよね。うん。まあもちろんこの方の防御が強いっていうのはあるんだけど、テコンドーの方の攻撃を結構さばいてたり、ブロックしたりしてるのでしっかり、うん、これがブロックとかできてないと多分やられてる。うん。かなと。うん。だけど、まあそこですよね。どれぐらいやってるかですよね。うん。例えばテコンドーの方がパンチもしっかり練習してたら、この方が、あと膝蹴りとか、うん、そこにテコンドーの技が乗っかってたら、まあ強いですわね。だからまあこれ見ると全体的にテコンドーの、まあテコンドーらしい技を使ってて、この方は。で、もう一人の方はムエタイらしい技を使ってるって言った方がいいかな。うん。そこのところでは差別化はできてるかな。ちゃんと。うん。例えばテコンドーの方が膝蹴りとかもできるし、首相撲もできるし、訓練しててね。で、パンチもすごい上手いんですよって言ったら、それってテコンドーなのっていうような話になっちゃうから、それって他のところで学んできていろんななってるからあれやんって強いやんってなっちゃうから、ムエタイの方もそうですよね。例えば中距離とかできるぐらい結構蹴りがテコンドーみたいなことができたら、まあ違うわけですよね。うん。だからどちらもムエタイらしい、テコンドーらしいっていう差別化ができてる試合だから分かりやすいかな。うん。そうすると中距離としては強いんだけど、
接近されたら一気にやられましたね。最後ノックダウンされちゃって、させられちゃってるっていうことだから、もちろんスタミナとかも関係あるかもしれないですけど、まあでも、全体的に見るになかなかいい試合でしたよね。大まかに分析するに、テコンドーはやっぱり中距離的なものは強いけど、接近には弱い。ね。ムエタイは接近には強いけど、あんな感じで中距離からババッとこう動かれて、ヒットアンダーウェイな感じでパパンって入れられたら、もしかしたら KO されるかもしれない。うん。っていうのが多分一番分析としては正しいかなと思いますね。うん。だけど、さっきも言いましたけど、それって人によるし、何を訓練してきたかにもよるし、何を訓練してるかにもよりますよね。並行して訓練してるかもしれないから。うん。なので、そこのところだけ覚えてください。ね。で、ちょっと話が飛ぶんですけど、護身術の話をちょっとパッと入れると、テコンドーの選手の方で結構強い方がいたんですよ。ヨーロッパの方なんですけど、これ私ね、動画の方を出したので、もしあれであれば、概要欄ちょっと見ていただいたらいいと思うんですけど、この方がですね、ストリートファイトをやってフルボッコになってるんですよ。要はやられてるんですね。ボコボコにされてるんですね。で、その映像もちょっと出しました。さすがに、血だらけになってるので、顔面とかが。うん。これもどうかな？多分もしかしたら接近をされて、一気に掴まれたりだとか、引き倒されたり、柔道みたいな感じで。もしくは顔面とかも筋接管に入れられたり、肘とか膝とか入れられたかもしれないですよね。要は、近距離的なものの戦いになっちゃったかもしれない。このストリートファイトは。うん。だけどもちろん戦い方によるんで、戦い方によってはいいかもしれないけど、うん。だけど、このストリートファイトでボコボコにされたっていうのはそういうのが理由かもしれないですよね。ね。で、もう一つ補足で、まあこれ、それはまた別として、今これストリートファイトの話、喧嘩の話したんですけど、で、やられちゃったっていう。もう一つの話なんですけど、まあ、これは私の見解として護身術ってなった時に、基本的に護身術において、キー管理において、蹴り技を使うっていうのはゴハットです。うん。これは以前私動画出しました。これもちょっとリンク概要欄にあります。ね。蹴り技の強い人が、結構ツルツル下が滑るんですけど、そこのところで二人の男に防火に絡まれて、最終的に刺殺されるっていう、まあ刺されて亡くなるのかな、首かな、うん、切られるのか、刺されたな、っていう映像があります。まあ、これもこの人も結構蹴りができる、できて強いんですけど、最終的にやられてしまったっていう映像なんですね。まあ、ちょっと、あれね、成人の方しか見たらダメですよ、この映像はね。ね、実際その映像が出てるのね。はい。なので、そう考えると、やっぱり、蹴り技っていうのは護身術においては、あんまりちょっと考えない方がいいかなっていうことですね。やっぱり滑ったりだとか足場とかも関係あるし、足を使うってことは不安定になるってことだから、走って逃げるという意味、もしくは運速という意味での足を使うのはいいんですけど、蹴り技として蹴りを頻繁に出すっていうのは非常に危険だと思います。これは護身術の話。ね。で、先ほどはストリートファイターの話ですね。はい。まあ、ということです。まあ、ちょっと今、間挟みました、護身術の話を。だけど、今、試合の話なので、まあ、試合としては、まあ、リングなり、こう、区画の中で戦うわけですよね。その中で、まあ、戦った時に、やっぱり接近されると、どうしてもやっぱり、ダメかなってなりますわね。うん、だけど、この方は結構私は強いと思います。一撃必殺というか一撃必刀の技を持ってると思いますね。蹴り技でも。当たったら非常にやばいレベルやと思うんですけど、なんだろう。やっぱりなんだろう。根本的に格闘技の話を、まあ、竹物先生ね、いつも来られてる方なんですけど、日本憲法の方ですね。師範の方。その方もおっしゃられてたんですけど、やっぱりボクシングっていいよねっていう話だったんですね。うん、で私もそれはちょっと同感なところがあって、喧嘩護身術はちょっと置いときましょう。それはちょっとまた話あれだから。試合とかにおいても結構、やっぱり顔面パンチって基本やと思うんですよ。顔面のパンチって。うん、まあ今回の場合はムエタイの方が、膝蹴りとか入れてるから首相撲やったりとか、まあちょっとそこはもちろんあれなんだけど、基本的に顔面へのパンチって基本やと思うんですね。戦いにおいて。まあ、K1 とかでもそうだな。まあ、もちろん、ハイキックで倒されたり、ローキックで倒されたりとか、後ろ回し蹴りで倒されたりとか、まあ、いろいろあるんだろうけど、やっぱりパンチって基本じゃないですか。うん。そうなった時に、やっぱり接近戦を制するやつは、圧倒的に強いかなってますね。まあ、パンチで接近戦ですね。それが多分基本で一番強いんじゃないかなってます。何かかんか言っても。蹴り技ってやっぱり接近されると結構出しづらいんですよね。まあ、当たり前の話ですけど、接近されたら蹴れないでしょ、なかなか。もちろん角度変えて蹴ったりだとかって方法はあるんですけど、あと、後ろ蹴りとかかな。まあでもそれって、当たらなかったりブロックされたらもう無理ですもんね。一撃必倒の技だけど。うん。っていうことだと思います。うん、なので、じゃあまあ、テコンドーが悪いとかいうことじゃなくて、まあ、テコンドーはテコンドーでやっぱりいい部分があるし、多彩な技とかをパパッと出せたりするっていうのは非常にやっぱりいいと思いますよね。うん。
うん、でまあ実際の戦いになってくると試合とかでもやっぱりパンチとかって非常に重要かなっていう、あと膝蹴りとか近距離的な戦いって大事かなと思いますね。で、あのライブ配信で私ちょっと話したんですけど、私の高校生活の時の話をしたことあるんですね。でその時にまあうちの喧嘩自慢、同じクラスでやったと思うんですけどね、彼ね、喧嘩自慢の彼がテコンドーをやってる人にやられたっていう体験談じゃないけど、実際それ見た目撃だったね、これはね、の話をしたんですよね。で、まあ、これまたもう一回話すんですけど、その、まあ、喧嘩自慢の彼、結構喧嘩強かったんですよ。ね、なんかスポーツやってたような気がしないんだけど、なんかね、喧嘩とか結構やってて強かったんですよ。体格も良くて。まあ、体はそんなに大きくないですね。うん、で、まあ、ある時、その、私の高校のその、廊下があるじゃないですか。休み時間ですよね。したら、わーって音がしたんですよ。なんだろうって思って、パッって見たら、まあ、友達もいたかな。で、パッって一緒に見たら、その、喧嘩自慢の彼が、倒されてたんですね。要は、なんていうかな、尻餅をつくような形で、こう、まあ、窓があるじゃないですか。窓側のところに倒れ伏せてたんですよ。頭がちょうど後頭部が窓際に来てる感じ。で、尻餅ついてる感じ。で、足をバッて広げてる感じですね。あれ、なんか、倒れされてんなと思って、そしたら、もう一人、おかっぱのね、まあ、背のひょろーっと高い男の子が、男の人が立ってたんですよ。男の子がね。ああ、なんかいるなと思ったら、その彼が足を、ほんと、ハンマー裕次郎のように、ふわっと上げて、かかと落としですよね。ピーンってバレリーナみたいに。あっと思ったら、このかかとと足の裏のとこってズドーンつって、この、こめかみじゃねえわ。額ですか。額のとことか、頭頂部分、わかりますよね。とこにズガーンつって入れたんですよ。かかと落としを。そしたら、カクンつって白目を向いて気絶しちゃったっていう。うん、まあ、私たちはちょっと笑ってたけど、見た目がちょっとあまりにもぶざまやった。気絶しちゃったっていう、ググカクみたいな感じね。まあその話したんですけど、まあ、あれでも多分、まあ喧嘩自慢の彼がわーっとかかろうとした時に、多分前蹴りかなんかでストッパーかなんかでストンって体かなんかに入れたんじゃないかな。で、壁にバーンと激突してカクンっていったところを上からかかとうとしてドーン入れたんやと思うんですね。多分ですよ。前蹴りかなんかじゃなくて、多分リーチが長いから届かないんでしょうね。彼背が低いから、結局体格はいいんですけど、その彼、もう一人の彼は、テコンドーやってる彼は背が非常に高くて、ひょろっとした感じなんだけど、手足が長いんですよ。だからリーチがあるから、ストンって多分前蹴りかなんか入れたんじゃないかな。それで吹っ飛んだんですね。多分、まあおそらくね。パンチをやるという感じじゃない。テコンドーだから、やっぱり蹴り技に終始 してるという想像ですね。私のね、今。うん。だけど、まあ、後に聞いたら、誰、何やってんの彼って言ったら、いや、テコンドーやってんだよ、彼。みたいな。黒帯やったますよ、確か。テコンドーの黒帯かなんか。まあ、勝てなかったっすね。喧嘩自慢の彼、一発で瞬殺でしたね。はい。まあ、そういうのを私は目撃したことあるんですけど、まあ、それは、学校内の喧嘩だし、だったら、それ、喧嘩で使っていいのかっていうと、まあ、そもそもアウトやから、もしかしたら処分受けたかもしれないし、その後に。ね。まあ、厳しい学校やったんでね、処分とかも普通にあったんで。うん。なんだけど、まあ、とにかく、まあでも喧嘩でもこうやって使えてるわけなんですね。この、まあこのケースは。うん。うん、まあそうですね。まあ相手にもよるんやろうけど結局。うん。だけど、やっぱりね、テコンドーすごいなっていうのはやっぱり思いましたね。あとやっぱり演武とかね。あとなんか、まあ演武もそうだし、よくクルクルクルって回転してね、蹴ったりだとか。まあ見た目もかっこいいしね。アクション映画とかでもテコンドーはすごい使えるんですよね。絶対的に。見せれるから。それでまた違いますよね。強いとかどうなのか、またそれは別として、アクション映画でも映えるっていうのがありますよね。テコンドーはね。うん。ということですね。はい。なので、まあ、テコンドーをやりたい方はね、オリンピックとかの正式種目になってますよね。なってた？なってます？ね。うん。なので、まあ、これも、ね、そういった意味でもテコンドーって、いいのかなとは思いますけどね。うん。やってみるには。あと、体があんまりこう、ドテンってならないでしょ。例えば、柔道とかやったら、ガニ股になったりとかってよく言うじゃないですか。例えば、女性がね、やった時ガニ股になったら耳つぶれたりだとかするとか、柔道とか、柔道、柔術、レスリングとかって、まあ、そういう話はするでしょ。じゃあ、外見的なのって考えた時に、まあ、よく私たちが言うのは、まあ、空手、まあ、ノンコン、フルコン問わずかな。と、まあ、クルコンは割とがっしりしてくるんだよね、多分ね。うん。受けるから、体で。ね。フルコンの女子とノンコンの女子ちょっと違うと思うんですよ、私。今、女子で言ってますけど、分かりやすいから言うんですけど、男性っていうか、女子ですよね。フルコン女子とね、ノンコン女子はね、ちょっと違うと思うんですよね。ノンコン女子は割とスラッとしてる感じですけど、やっぱり芯が強いから、フルコン女子は、なんかかんか言って、がっしりしてる気がする。
うん。がっしりしてるって、柔道やってるようなあんな感じの感じじゃなくて、がっしりの仕方が。うん。まあ、柔道よりは合わなく多分下がるかもしれないですね。がっしり度が。うん。多分、ノンコンってもうちょっとスラッとしてるんじゃないかな。多分、私の想像ですけど。キックボクシングとかもそうでしょ？体で受けるか割とがっしりしてる。してないとそもそも受けれないですもんね。うん。というのがあるかなと思いますね。うん。そういうイメージがあるかな。で、テコンドーもそういうイメージありますね。割とスラッとしてるイメージが。あんまりなんだろう、バカバカバカって蹴ったりだとかってないでしょ。フィジカルコンタクトはむちゃくちゃないでしょ。どういうことかっていうと、まあ、防具つけてパン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 、パチンパチンっていう感じですもんね。まあ、もちろんその道場にもよるんやろうけど、やっぱり私はフルコンのイメージがあるから、フルコンのイメージでガチで叩き合ってるイメージがあるから、ね、それよりは多分ちょっと違いますよね。多分叩き方とかも。うん。まあ、だと思いますね。なので、また外見的なものも、うん、割とイメージとして、イメージですよ、これはあくまでね。テコンドーはスラッとしてるイメージ。うん、で、そうですね、ノンコンも割とそういう近いような感じかな。ね。で、そこに、やっぱりフルコン空手とキックボクシングは割とがっしりしてるけど、そんな、なんていうかな、ドスッ感じじゃない。柔道とかはドスッとしてるイメージです、私は。そうじゃないよっていう方も見えると思うんで、ちょっとそこは訂正してください。はい。そんなことないぞっていう人もいると思うんだね。それは私のイメージ、私のイメージです。はい、はい、と思いましたね。だから私は空手おすすめでございます。空手おすすめでございます、私は。はい、空手していただくといいかなと思いますね。やっぱりパ手技もあるし足技もあるから、テコンドーってまあ手技もあるんだろうけど、蹴り技が中心ですよね。うん。そういった意味では、私はやっぱり手技って大事だと思うから、私は空手をしますよ。私は空手をするってだけですよ。私は。まあ自分も空手からのはあるけど。中でもフルコンをします、私は。当然ですけど。ノンコンでもいいんだけど、でも私はフルコンをします。フルコンだから。はい。っていうことですね。はい。っていうことでございます。まあ今回ですね、ちょっとね、武道のお話しさせていただきました。特にテコンドー、ね、の話ですね。まあ、ムエタイも皆さんやりたい方はやっていただいていいと思いますね。どうなのかな、女性の方でもやってみる方多いと思うんだけど、どうなのかな、男性向けの気もするしな。そう言って言うと怒られるかな、やってらっしゃる女性の方たちから。ムエタイね。ムエタイね。でもムエタイあるか。ムエタイの映画もあるか、女性が出てるやつが。あるか。はい。まあ、そういうことですね。まあ、なので、まあ、どんな武道でもいいと思います。基本は。やっぱり長く続けるってことが大事だし、道場選びも皆さんしっかりとやってください。中にはね、当たり外れがあるみたいですから、うん、とんでもないところだったとか、あと人間関係で苦しむとかね、そういうのもちょっと良くないんでね。はい。なので、そういったことでしっかりと選んでいただきたいと思います。はい。以上ですね、武術家、河合モンドからの分析でしたね。ありがとうございました。はい。それではですね、また次回お会いしたいと思いますね。ぜひとも皆さんね、サポートしてくださいね。お願いします。お願いします。はい、ペイパルですね。お願いします。ゲイちゃん指導アットマークジメールドットコムでございます。もしくは総合新インストラクター講座オンライン。もしくは動画の方も購入していただいていいです。皆さんお願いします。サポートお願いします。お願いします。はい、それではですね、また次回お会いしましょう。リアル武道をぶちかます。Thank you.